こんばんは。こんばんは。2回です。お久しぶりです。多分半分以上がお久しぶりですの人がいるんじゃない、多分半分以上いると思う。大人になりました。会う方会う方に子供の時に会ってるんだよ。だいたい小学校2年生とか4年生ぐらいの、私を知ってるっていう感じみたいです。ありがとう。地球屋はお父さんのライブで、結構何度もちっちゃい頃から来てて、今日初めてまさかこのステージに乗ることになるとは思ってなかったんですけど、関東初上陸です。朝に住んでます。来ました、ミカイです。この後、ライブヤズ8年ぶりの、ライブっていうことで、その前に歌を歌わせてもらえることになって、とっても楽しみにしてました。満席に、満席だね。いい眺めです。一曲歌おうと思います。まず、よし、じゃあ優しい人という曲から歌っていこうと思います。Oh.
してるようなあの、ね、楽しい情景なんだけど、あの多分ここで来てて再会してる皆さんというか先輩方はあの大体巾着団のひょうこまとか、あとはここの地球屋のライブとかで会ってると思うんだけど、そのキャンプが、ね、ちょうど人がいっぱい集まってみんな思い思いに好きなことをしてたんだけど、ちょっとそれに似てるかもしれない。変なワルツ、Thank you.
はどうして好き不上手なの？風は青いし海も歌うよ。多分ちょうど10歳ぐらいなんですよ。でその時にその時に撮ってもらった写真がお父さんの荷物の中から出てきて、でそれを私写真が送られてきて、それを見て作った曲なんだけど、写真の中でティピが写ってて白黒の写真で、私がスキップしてるんですよ、後ろで手を組んで。でなんかそれその感じ私だったなと思って覚えてんだ覚えてる覚えてる、うん、そうで、それですね、悲しいスキップという曲です。今私すごく悲しい気分だから、すごく楽しい
マシュマロ焼いてる時にね、ヤスがお酒飲んできて、ヤスもそれ嫌いじゃないよ。みんなからもありがとう。すごい本当に。親戚の子で。親戚が大勢で集まっちゃう。お年玉そんなにあげれませんが、子供にトラウマ残すな。でもね、それもありがたい。そう、私はお父さんが九州に引っ越したのと同じタイミングで、6人兄弟、家族みんなで越して、で熊本に住んだり、オーストラリアに2年間行ったりで、また福岡に戻って、そうで歌を歌い始めたのが3年前ぐらいで、それまで私はギターとかも弾いてなかったんだけど、お父さんドラム叩くから、ずっとパーカッションとかドラムやったりバンドやったりとかしてて、でなぜか歌を歌ったんですけど今。で、そう、今年の1月に結婚しました。で、福岡も4年住んだんだけど、7月に阿蘇のお父さんの住んでる森に越して、今電気ガス水道なしで、ソーラーと沢水と、あとは火はストーブで料理したりして生活をしてます。本当にまだ慣れてなくて、生活もまだ整ってないんだけど、そうでもやっぱり森の中で生活するのはすごい勉強になることもいっぱいあるし、こうやって街に来た時にやっぱ街も好きだなって思うし、楽しいです。でまだ7月に越したばっかりで、本当に毎日が細かいちっちゃいことがいっぱいあるから、なんかわかんないけど忙しいっていう状態が続いてるんだけど、そんな中で新しい曲がやっとできて、その新曲を歌いたいと思います。木の木目というので、薪割りしてる時に木を見ててできた曲です。そんな風に思って立ち止まる。そうしてもどうしても同じことを繰り返す。木の木目を見てる。ぐる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 回っている。泣き出したくなるような気持ち、苦しくなる心のところ。うまくなくていいから、大切なこと伝えたい。うまくなくていいから、大事なことだけ喋っていたい。ぐる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 回ってる木の木目を見てる。ぐる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 回っている木
木の木目の向こうから、きっと新しいことは小さな間の中にあって、畳み込まれてる何十層もの隙間から生まれてくるはずだ。でも見えなくなればそこは窮屈だろう。くるくるくる回る木の木目から、新しいことがしたくて新しい扉を開いても、ぐる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 木目の間に挟まり捕まり回っていく。いろんな国を旅したんですけど、オーストラリアに2年ワーキングホリデーで行ってて、そこでファームの仕事をたくさんしてて、キャラバンパークに、キャラバンパークってキャラバンがボンボンボンっていっぱい置いてあるところにが宿になってて、そこに泊まって仕事しながら生活したんだけど、その時にそのキャラバンパークに住んでた友達が香港から今日来てくれて、そうすごい嬉しくて、ちょうど3日間の滞在で東京に来てたって言って、ね、短い時間の中で来てくれてありがとう、シェイシェイ。そうね、次の曲は、ね、エクスプロードという曲です。爆発、なんか今も私すごいどん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 リラックスしてきて、気持ちがテンション上がってきて、わーって、あーやったー、ポチみたいね、似てるよね、ポチの子供いいね、これ憧れてた。そう、エクスプロード、そう、気持ちがわーって嬉しくなってギャーってなって、なんかグツグツグツってする歌です。二十数年そう、する歌じゃなくて、そういう風になった時のことを書いた歌です。
爆発宇宙ギラギラ割れて中から漏れ出した熱いドロドロがぬめっと光って目撃者 I wanna explode 弾け中ユニットっていうのかな
あのアイタルミーティングっていう音楽やってて、その一緒にやってた下村さん、下村さんも私はあのひょうこまで遊んでもらったり、柿の種をもらったり、焚き火の周りに行くと下村さんがいつも柿の種をくれるんだけど、すごいいつもあのお世話になってて、でライブもいっぱい行って、曲もあの結構空で歌える曲もあるんだけど、もう下村さんの13回忌 の, あのライブがあって、お父さんがそれにまず来ることになって、でそしたらあの私も歌を歌ってるっていうのを伝えたら、あのお父さんと下村さんともう一人女性ボーカルで3人で知ってた曲をあの歌ってみようっていうことになって、あのお父さんと2人で明日その会があるんですよ。で今日はその前日でこうやって地球屋でライブさせてもらえることになって、ヤーズの前に歌わせてもらいに来たんです。ありがとうございます。そうで、次歌う曲はファンファーレっていう曲なんですけど、なんかこの曲はなんか1番は森の、1番は森の情景を歌ってて、2番は夜の街のバーの情景を歌ってて、でもなんかその中にどっちの世界に住んでても、なんか日常の中に流れてる音楽っていうのは、鳴ってる音楽みたいのはあると思って、それは多分なんか自分が死ぬ時とかに流れてくる音楽なんだろうなと思って、なんて言うんだろうな、まあ、死ぬ時に聞こえてくる音楽っていう意味でファンファーレっていう名前をつけたんですけど、はい、そんな曲です。Thank you.
外れなんですけど、春の嵐です。この曲も、ちょっと下村さんにこの曲の歌い出しが枯れるように死にたいっていう言葉から始まるんですけど、もう本当に、ね、もちろん年の差はあるんですよ。今皆さん来てくださってる皆さんと線を引いたりしてる。私は違うんですよ。じゃなくて、私もお姉ちゃんが子供が生まれて、弟にも子供が生まれて、世代がこう交代してるっていうのを感じることがあって、交代してるっていうよりはすごいなんか新しいことが始まってるし、私も変わってる。でその中で枯れるように死にたいっていうのは、なんかやっぱりケミカルに作られた野菜とか冷蔵庫の中に溶けて腐るじゃないですか。だから本当に丁寧に作られた野菜とかは最後しっかり枯れて種が残って負けるんですよ。でそれはめっちゃ大事と思って、でしょ。ありがとうございます。そうで、そんな曲です。春の嵐。お花は咲いて弾けそうな色形。
最後の曲お送りします。最後でつくと違う始まんないこと言っちゃった聞こえちゃった。次やるんだから心が近くに私分かんなかった。お父さんだけだね。俺お父さんの方が長いから。じゃあいいかな。最後の曲はベシカパイシスという曲です。ベシカパイシスはあの幾何学の名前で丸がこう2つ重なる、あのなんかフラワーオブライフのパーツみたいなやつで、真ん中がこう重なってるからなんかゲートみたいな意味があるみたいで、なんかあのそういう話好きだな。そうそうそう、あそんな別にスピリチュアルじゃないですよ。どうぞ。酔っ払いの勘違いだから大丈夫です。分かったよ。フィクションって言ったら衛星だよ。なんか今本当にあのいろんなことの過渡期というか間のタイミングだなってすごい思って、なんかこの一個あたなんだろう、古いと新しいとかそういうのがすごい重なる時期だなと思って、その真ん中が
なんかこうね、ゲートです。デシカパイシス。まあいいか。最後の曲です。ありがとうございます。あ、お知らせ。CD 持ってきてるので皆さんどうか買って帰ってください。はい、この辺りに置いてます。じゃあ今日はありがとうございます。とっても楽しい時間でした。これちょっと最後まで皆さん楽しみましょう。悲しく